여러분, 今日は 私たちが 結婚式をして 2周年になります。はい、皆さん、今日は何の日ですか？今日はゆかちゃんと結婚してもうて 2年の記念日です。いい感じ。2年経ってさ、どういう気持ちなの？なんか変わってる？なんかあんまり変わんない。 2年あってさ、すんちゃんが嫌いになった、好きになった。俺の魅力はね、正直ね、皆さん見てる、今なんか見てる読者とかさ、全然新人ないと思うけどね、私結構いけますよ。なんでお前がすんの。びっくりするけどね、みんな、私結構いけ てる男だからね。イケメンじゃないけどイケてる男。<笑>まあ2020年から流行りはこういう人かな。かっこいい人ってさ、まあ羨ましいけどね。なったら羨ましいけど、まあまあまあこういう人がもっとなんか幸せな人生を生きてると思います。<笑>まあ今ここまで見て多分ケスヒといっぱいいると思うけどね。<笑>でも顔で結婚してるから。そうそう、いうか<笑> 今なんか2年結婚して付き合って5年ぐらいやっときて、そうだね、気づいたのは顔が好きだった。顔が好き、顔が好きで結婚したらしくて、最初は性格が好きで、考えてみたら顔が好き。顔だけだったな。今はなんか顔だけって、顔でちょっと我慢してすごい今生きてるらしくて。じゃあ2週目の お互いの準備したプレゼントを公開してあげます。ゆかちゃんから。私から。あ、いいんすか。私は結構前から用意したので。ゆか、いいの？びっくりしない。はい。 妊婦さんマーク。サウル行ってるよくすると、いっぱい使おうね。そうだね。これですけど、とかさ、洗車乗ったら。これです。警察みたいに。そうそうそう、警察みたいに。おめでとうございます。おめでとうございます。2年か。なんか一言言ってみ。ゆかより先に死なないでください。絶対死なない。もう2年が浮気する。ダメ。5分。2年ぐらい自由になりたいね。ダメですか？ダメです。その、 死んだ後にも即泣く。<笑>まあ私の人生はこうやって2つに分けますね。ゆかを会う前と会う後になります。<笑>これが人生と思いますよ。結婚したら、まあこうなるしさ、皆さん、一応結婚はいいと思います。自分に合う奥さんを探してください。 すんちゃんはゆかに一言。ゆか。<笑>ゆかちゃんが無事に赤ちゃんを産んで、おちゅちゅ産んだ次逃げないでください。<笑>逃げません。あと私に優しく、殴んないで朝は優しい顔で。<笑>それで十分です。わかりました。はい、あと最後。 日本もし行くときお小遣いいっぱいください。<笑>はい。ではこれからもよろしくお願いします。はい。そんな感じの、今日は私たちの一応記念日でした。2月にもありますけど。はい。明日か旅行行くと思います。また続けて見てください。<笑>